ホリエモンチャンネル。いやでも絵描ける人ってモテなかった？モテなかったです。これが小学校の時、それこそ筋肉マンとか、うん、今の世代での子供の時代で言ったら多分ポケモンとかなのか分かんないけれども、買いましたイラスト教室。 ありがとうございます。そういうあの漫画の真似をがうまい子ってクラスの面白い子とかかけっこ早い子とか頭いい子とか金持ちの子と同じぐらいに人気者になれたんですけれども、やっぱり中学校高校になって色気づき出すじゃないですか、うん、だんだんと、うん、女の話異性の話になってくるっていうか、うん、でその時にやっぱりだん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 とね、僕の絵は上手くなっていくのに地位が下がっていくのがあって、まあ、クラスの真ん中とまでは言わないけど、え、新しい絵描いたの見せてだったのが、あいついつまで絵なんか描いてんのキモいみたいな感じになって、ちょうどその頃僕の中高の頃にオタクっていう言葉が出てきて、うん、まあ、あの宮崎勤事件があの小学校の時にあったりとか、とにかくネガティブなオタクってイメージがついてしまって、まあ漫画読む人、あ、まあ、漫画はあ読む人はあれだけど、アニメ見る人、ゲームする人、まあ、絵を描く人で、僕別にそんな感じになってた。うん、それはもう全部あの男子校だったからあんま分かんなかったんだな。そういう感じで、もうあのなんでこの絵を描くね、あの人間がね、あのおそらく今もそうでしょう、あんだけインターネットであの絵が盛り上がってるっていうのはどれだけクラスで虐げられてるかの反動ですから。そうなんだ。いやそうでしょう、発表できないからあそこでみんなわーっとみんなつながって発表してるなと思うんですよ。ピクシブとかね、あんなに絵描く人いないじゃないですか。いないはずなのに、うん、本当は描いてたんだ。うん、本当は、あ、描いてたんだと思って、だからなんかそこをねゴロッとやっぱりね変えたいなと思って。いや僕でもね最近すげえそこ地殻変動起きてると思いますよ、うんうんうん、僕も IT 業界で、うん、だ10年前に変えたことって多分それで、うん、普通に可愛い女の子が IT 業界に普通に入って、うん、そうそう入っていいんだみたいな、でプログラマーとかそういうのやってる人たちもモテていいんだみたいな感じになったんで、うん、10年前に僕一番やりたかったこと、確かに なってます今なったなった、うん、なったなったんです。僕10年前にやりたかったこと実は結構それが大きくて、だってパソコン持ってるやつなんて昔暗いやつの代名詞じゃなかったじゃないですか。そうそうそう、ね、僕はだからもっと言うと、うん、あの Mac、うん、あのマッキントッシュ、そう、うん、マッキントッシュ初めて触って、あ、これ仕事にしようと思ったんですよ、はい、だからマッキントッシュ以前からもちろんパソコン触ってんだけど、モテないと思ってやってなかったんですよそう今と全然違いますね。でもそうだからマックで、あ、これ変わるなと思って、うん、で何年かやってたら本当に変わって、で僕とかいろんな人たちがメジャーになって、はい、あ、 IT ってかっこよくないみたいな、そうそう、うん、パソコンオタクが、うん、IT ベンチャーに変わった瞬間に、うん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 、もうなんか革命起きた、ドーンって革命が起きて、うんうん、今だったらだってプロフィールに IT って書いたらかっこいいかなとか、 Mac 持ってたらかっこいいかなと思って Mac 買ったりとかね。そうそうそう、だから考えられないですね。そう思い返してみてれば20年前とか考えられないかも、ね、あの数年で変わりましたから、イラストなんか全然すぐ変わりますよ。ちょっと残念ながらお時間が来てしまいましたので、はい、また呼んでください、はい、最後カメラに向かってなんかこう告知とか、告知はね、生放送用のあ、これね、まあいろいろあの画集今日プレゼントしようと思って持ってきたのとか、まあ原画とか持ってきてるんですけど、また機会があれば、はい、はい、お見せしたいと思います。そうですね、画集と、まあどっちかっていうと今日のあの見られてる方に関して言うと、さっきのみんなのイラスト教室っていう本をぜひ一回立ち読みしてください。本屋さんで空いてる本だと思うので、はい、はい、安いので、はい、ぜひ皆さんこちらご購入ください。ほら、素晴らしい回でした。ありがとうございます。はい、ということで本日のゲストはですね、中村祐介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した中村祐介さんは、有名アーティストの CD ジャケットや本のカバーを手掛ける大人気イラストレーター。画集ブルーナウシリーズ累計13万部のベストセラーで、画集としては異例の数字。また誰でも簡単に理解できる実践的なイラストハウツー本、みんなのイラスト教室もお手頃価格で販売中です。ぜひチェックしてみてください。また今回ご協力いただきました南千葉にありますお肉は、厳選されたお肉がリーズナブルな価格で楽しめます。ぜひ足を運んでみてください。さて次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。でいる
からの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。